ジョバスちゃーん、はい、始まりました。はい、MC のミリアちゃんです。ミリアちゃんです。皆さんお願いします。この番組はですね、女子バスケが大好きなミリアちゃんと、ただいま絶賛ドハマり中のつげちゃんがお送りする50分間のですね、斜め下目線の、女子専門、番組でございます。はい、世界レベルで強い、はい、面白い可愛い女子バスケをもっと広く知っていただきたいがための50分になっております。なっております。ということでキープオフ。はい、はい、ありがとうございます。はい、今日はですね、ちょっと花粉がねすごいということで、ちょっとあのね、ティッシュもね、すいません、いや大丈夫です、大丈夫です。やっぱりね、うん、コートにはそういうのあった方がいいですが、すぐにね触れるところにあった方がいいわけですからね。はい、ということでね、始まりましたけども、あのプレーオフに出る8チームが今上がりましたね。そうですね。はい、今週の、試合で一旦区切りですけども、うん、決まってはいますからね。そうですね、もう一旦出たということでね、はい、プレーオフもこれから楽しみだなというところでございますけどもね。ただ山梨さんと、はい、新潟さん、すごいですね。はい、すごかったですね。あの後半戦、後半戦すごかったし、なんだろう、今年入ってから、はい、やっぱりなんだろう、すごい強くなってるっていうかね、感じしました。点数をたくさん取れるようになってますよね。スコアがね、もうスコアリングのところが、だからまたこれ、まあ今シーズンはあれでしたけど、来シーズン、いや、すごくなんかどんどん変わっていくんだろうなっていう感じはしますね。これまた若手ルーキーの選手がどん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 伸びていくチームっていうのは、これもう楽しみですから、ね、よかった、本当に、ちょっとそちらもね、はい、まあまだ試合ありますんで、楽しみだなというところでございます。はい、そしてですね、はい、今週もいろいろコメントいただいているようで、はい、まあ、はい、面白かったですとか、コマなんかはゴレンジャーの回超絶面白かったとか、本当ですか、腹抱えて笑ったわなんていうのをね、コメントいただいて、本当ありがとうございますね。いろいろ来てるみたいですけども、まあ一個ね、これちょっと処理しておかなきゃなっていうのは、やっぱナオキンパイセンちゃんからもね、前回 MJP で、初代 MJP ですね、はい、初代 MJP を取ったナオキンパイセンちゃんからもね、はいはい、コメント来てるみたいで、まあちょっと会場がね、はい、一回この自主会場破棄になりまして、はい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 、で、はい、まあそれをね、だ見ていただいたんですかね、はい、ちょっともしもね再考していただけるならということで、うんうん、名古屋支部じゃなくて愛知支部にしてほしいよっていうね。ああ、そこ、うん、名古屋支部って私がね、勝手に書いちゃったんだけど、もっと大きいから、俺はもっと大きいからっていうことで愛知支部っていうのと、あと、はいはい、再考していただけるなら、会員番号は、ミリアちゃんの前、うん、もしくはつげちゃんの後にしてくれっていうね、うるせえようるせえわがまま言うじゃないよ注文多いな。何、愛知名古屋じゃなくて愛知支部、愛知にしろ、はい、そして番号は私の前、ミリアの前か柘の後にしろ、はい、僕らがだから、うん、ミリアの後、柘の前っていう会員、うん、ナオキンちゃんを挟めってこと？ナオキンちゃんはだから挟むじゃないですね、ミリアちゃん、僕っているのの前か後ろってことです ね、うん、後ってことね、はい、そうなんですよ、そこにくっつけてくれっていうことで、うるせえよだからなあ、3つも4つも要求してきてんだ、お前は。ナオキンちゃんが、ね、本来ならな、この枠はな、先週以外ではやらねえんだよ。すごいな。そうか、そうですよね。先週以外だと、先週以外。ロコさんだ、ロコさん。ロコさんは、選手の、はい、だから若原、若原さんね、はい、若様に届けてくれたのよ、はい、そうですよね、つないでくれたんですよね、直樹、はい、さんは MJP を取りましたけどそう、 MJP あげちゃうんだよな、うるせえとか言いながら、やっぱりで、なんかあれでしょ、はい、
プロフィールの。あ、プロフィールもですね、ジョバシアン会員番号、カッコ仮っていう感じでね、書いてるんです、ね。覇気だっつったの覇気なんだよ仮もクソもね、覇気だよ。ちょっとね、スタッフの方がやっぱプロレスにお付き合いくださいということでですね。ナオキンちゃんもがっつりファイティングポーズ。強くなるね。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ね、よろしくお願いします。ただ005番はですね、はい、まだわかりません。あ、一度回収してるので。そうですよね。まだ空白の005番がありますから。はいはい、あのね、YouTube の、はい、ね、あの アーカイブの方にコメントいろいろくれたりとか。ね、はい。ね、してる方の安倍、はい、安倍さんでしたっけ。あ、安倍さんね、よく言ってるみたいで。さんのコールリーダーの方なんですけども、はい、結構いろんなコメントもいただいてまして、はい、でツイッターの方も結構ね検索かけたら、はい、URL を載せてくれたりね、ジョバスちゃんの。そうなんですよね。で何時何分に、例えばあの暴食の選手の誰々のお話が出ましたね、うん、出ましたかね、結構やっていただいてるんで、しっかり見て秒数も測って、すごいよね。でハッシュタグも、うん、あの全企画のとか、うん、だからいわゆる毎回ねアンクルブレイクポイントみたいな、僕らあのスタッフさんが選んで送ってくれてますけど、うん、みたいなことをやってくれてるんですよ。そうなんですよ、疑惑のあれはとか、うん、今回のドラフトはとかいうのハッシュタグでバーってやってくれてて、しっかり見てくれてるんですよね、はい、そうなんですよ。あれで、あのなんか別の方で、はい、会員証がなんか欲しいっていう。あ、なんかね、あの会員証っていうか、なんか僕たまたまなんか、うんうん、見たんですけど、はいはい、あのジョバスちゃんに認知されたいっていう認知されたい。ナオキンちゃん005番の競争率高いですね。高いのかなんでだろう、一番みんないらない005番なんだけどな会員証がね、もう何の効力もないの。何の効力もないんですよね本当に。むしろ、はい、むしろ晒し首みたいなうわ005番かよっていういやでも001がね、やっぱ加藤キャップで、はい、00、あ、じゃあ00ね、000が加藤キャップ、ね、1番が若様、ね、2番がロコさんですね、うん、やっぱりあのキャップのおかげですね、こうなったのは。確かに、だって、うん、そうですよね、だって勝手にそうキャップの件から僕ら作ったんですもんね。もともとそんな話ないしそうそう、キャップがプロフィールに005番で、あ、000番ですって書いてくれて、うんうん、そっからなんか、あ、これはちょっと、うん、なんだろうね、若様もあんなインスタで言ってくれたりとかしたから、うん、こうあえて作っちゃおうかみたいな、作っちゃおうかっていうのが火付け役ですからね、キャップは。本当にこの場でただ単に会社あげちゃいますって言ったのが、はい、欲しがってんだよ、いつの間にか。いやそれはありがとうございます、見ていただいてありがとうございます本当にいろいろ言ってるけど、はい、本当に感謝してますからね。はい、ありがとうございますね。会員証問題005番、この後どうなるのか誰が005番を取るのか、はいはい、交互期待でございます。今のところはね3人候補がいます、はいはい、日本版さんっていうのもはいはい、日本版さん確かにね、大喜利でお答えいただいたりとかしてますので、いただいてますよね。ね、先週面白かったもんね。面白かったですから、井上先生のナビの声、ナビの声ねうーい、そこ右だよ速度出せいつだ捕まるぞありがたいです、はい、ね、ありがたいですけどもね、そんなところもこの後楽しみにしていただければと思いますんでね、はい、どんどん上げますからね、感謝ね、はい、ということでございます、はい、ということで一発目のコーナーは何でしょうか。ジョバフト正式名称が、はい、ジョバスちゃん的ドラフト会 議、はい、会議ジョバフト、ジョバフトでございます、はい、これはテーマに沿ったですね、テーマに沿って僕らがドラフトをしていくっていう、選手をどんどん取っていくというコーナーでございますけども、はい、今回3回目ですね、はい、ただ前回、うん、ジョバフトをやりたかったけど、うん、あれは楽しかったところで一回終わらしといて、またいつかやろうって言ってすぐ帰ってなぜかと言いますとね、はい、リングネットフリックスですね、はい、難しかったです。ちょっと難かった思った通りいかなくて反省反省はい、ネットフリックスじゃない、リングネットフリックスの、はい、動画がバーン出てきたとこまではもう100点だった。100点。その後、その後です。その後ね、まああそこまで良かったかもしれないです、うん、タイトル出すもん、うんうん、その後がつまらないそうなの。そうやっててつまんないし、後々見たらもっとつまんなかったから、これはまずいということでですね、ジョバフト、はい、帰ってまいりました、ジョバフトがですね、はい、ちゃん大好きジョバフト、はい、でまずは最初キャンプドラフト、その次ゴレンジャードラフトですけど、今回何ドラフトでしょうか。バンドマンドラフト。イエーイ。
チャン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 、はい、来ました。はい、これですね、あのさっき言いましたけど、暴食のファンの方のね、はい、あのコールリーダーさん、阿部ちゃんが、はい、企画案もくれたんですよ。くれたんですよね、ジョバフト、はい、焦点ドラフトね、焦点最高、焦点ドラフトなんていかがですかって言われたんですけど、はい、焦点はですね、最終手段でございます。最終設定がですね、はい、もうなんていうんですかね、分かりやすい、うん、なおかつもう設定がボケちゃってるから、はい、最終手段です。最終手段だから、こういうのがもうなくなってネタが尽きたら焦点やります。焦点やりますね。だから焦点やった時はネタ尽きたんだな、助けてやらんとって思ってほしいですね。はい、はい、もしくは最終回です。最終回。はい、ね、焦点ドラフトではなく今回はバンドドラフトということでですね、はい、それぞれが、考えたバンドに、うん、そぐったですね、選手を選んでいくということで、はい、これマグネットありますか。そういえば、あ、ちょっと待ってね、これが全部なんか書いてた。そっか、マグネット、そうか、マグネットもそうか。マグネットが。ちょっと待って、マグネット。マグネット。忘れてきたかも。ちょっと、マグネット。はいはい、大丈夫です。繋いでおきますね。すみません。これ生放送ね、ご覧の方。これ、アーカイブではここ切りますから。アーカイブでは切っちゃいますからね、ここは。見れないですからね。はい。バンドドラフトということでね。マグネットをここに貼っていくんですよ、名前の。ドラフトしたやつをね。ただそのマグネットを忘れた可能性があるということで、もしかしたらこう手書きになっていくかもしれないですけどもね、今回バンド結構考えましたけど、つげちゃん、うん、なしですね。お家に忘れちゃった。お家忘れちゃったやつですね。これもしかしたら、はい、はい、あれでやりましょう。はい、養生で、のっぽさんみたいな格好してます。ちょうどいい。はい、これはあれですね、今度リングネットウリックスでワイルドスピードマグネットデリバリーミッションがこれ必要になってきますね、これは、はい、さあ、じゃあこれで養生、あ、まあこの上に書いちゃいます。はい、あ、それがいい。その上に書いちゃいます。見えるかは分かんないけど、はい、うん、か、まあこれ紙、これ、はい、見てやっていきましょうかということで、はい、まずはあれですね、バンドの、じゃあ何ですか、バンド名からいきます。バンド名からいく、はい、バンド名からいきます。バンド名からいきましょうか。はい、はい、バンド名もうね考えてきましたよ。はい、もうこれバンド名でね、だいたいバンドのコンセプトって分かりますか。はい、はい、僕これですね。はい、じゃあミリアちゃんからいいですか。はい、はい、バンド名、どんなバンドのなんでしょうか。ダブルアンシエル。あー、なんとなくあれかな。私ここでは初めて言いますけど、はい、小中とビジュアル系に人生を捧げてきた女ですね。で、はい、ラルクアンシエルというバンドがおりまして、はい、で私はね、ラルクはね、まあそんなに熱狂的なファンではない、まあ好きですけど、はいはい、どっちかって言ったら、ルナシーとかね、そうですね、ルナシー、 X とか好きなんですけど、はいはい、一番こう自分の中でフラットなのが、はい、ラルクだったんで、ちょっとそれにのっとってダブルアンシエルで、はい、好きすぎるとね、なかなか選べないから、はい、ダブルアンシエル、はい、ゴロいいな。じゃあ僕ですね、はい、僕やっぱね、バンドって言ったらいろいろいますけど、僕ね、はい、本当大好きな、はい、ある事務所の5人組、はい、まあ今4人ですけど、すいません、女子を、女子を、はい、ちょっとわかんないかな、うんうんうん、全然わかんない、TOKIO。 無理くりじゃない。バンド、あ、バンドのカテゴリーに入るんだ、あれは。あれは僕の中でじゃなくてね、初めて僕バンドに触れたのは TOKIO さんなんで。そうなんだ、はい、女子を、女子をね、わかりました。はい、はい、で行きたいと思います。わかりました、意外とね、女子をって合ってんすよ、母音も合ってるし、うんうん、T っぽいし、うんうん、まあここが S と K ぐらいですけど、うんうん、でまあ W 入れてみたんですけど、うんうん、女子をと時をって全然違いますね。女子をなのね、女子を、はい、やっぱ W ねと、 W ね、はい、女子をでございます、はい、はい、このメンバーを選んでいきたいと思いますけど、はい、今んところ過分だそうですね。そうだね、今んところはバンドコンセプトが違うので、全然違いますもんね、うん、うわ、ダブルアンシール見つけたな。いいの見つけたな。
じゃあまず選んでいきましょうか、はい、じゃあ第1次ですね、はい、はいはいはい、第1巡目ですね、第1巡目でございますね、はい、はい、早速僕この選手いっちゃおうかな、はい、はい、じゃあ第1巡希望選択選手お願いします。ボーカル要員で、はい、はい、ボーカルってバンドの顔ですからね、はい、あとやっぱりちょっとそっといいぐらいじゃ、ルックスがいいぐらいじゃ、はい、ダメでございます、はい、なんて言ったってダブルアンシエルですから。ハイド君世界的に人気ですね。そうですね。はい、なので、はい、これからの将来を担ってもらおうと。はい、高知中央井上光選手。おお。はい、ああでもそうか、なるほどな、はい。じゃあ、はい、僕ですね。はい、僕第一巡希望選択選手、はい、希望選択メンバーですね。はい。はい、やっぱリーダー必要ですよね。はい。はい、リーダーやっぱこの人しかいない。はい。いじれて。面白くて、この人です。大川優子選手ですね。あー、なるほど。ま、すごい。リーダーシップ、キャプテンシーすごいですね。城島さんぽいっていう意味じゃないですよ。あ、そっか、女子をだ。女子をなのよ。そうだそうだ。女子をなんで、はいはい、ただこの、引っ張っていくリーダー感と、うんうんうん、ちょっとした面白さと、あと、みんながいじっても、楽しく返してくれるんじゃないかという。うんうんうん、これ、大賀さんでいきたいと思います、はいはいはい、井上ひかるちゃんもそうですか、はい、うん、まあひかるちゃんも、うん、バズり顔だてかもうそういうもう花粉症が来ちゃってるから花粉症がもうごめんなさい、もうひっちゃかめっちゃうんですね今日、はい、でも、はい、あの顔的には確かに、うん、あの美女メイク似合いそう、そうなのよ、でセンター顔っていうかボーカル顔だし、はい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 、あのやっぱボーカルって派手じゃないとダメなんですよね、あの技術も必要なんですけど、うん、看板ですかね、あの顔が、はいはいはい、まあすごい雑な言い方すると顔がいいやつじゃないとやっぱダメなんです確かにそれであの技術はもちろん当たり前、うん、なおかつルックスが、ちょっと人より秀でてないといけないんです、なるほど、はい、なのでひかるちゃんこれ決まりですね、決まりです、はい、これでも過分なそうだな、本当に確かに過分なそう、女子王とダブルアンシエルってもう全然違いますもんね、うんうん、これじゃあちょっと書きます、どう書こうかな、だハサミ持ってきたんよ、はい、だからちょっとワクワクさん、ワクワクさんしちゃいます、ワクワクさんします、ああワクワクさんだ、何になるかな、なるかな、できるかな、できるかな、できるかな、髪切るだけなの髪を切るだけだ、名前を書く髪ができたんですよねつまんない回だそれはいや本当申し訳ないね、いやいやいや、皆さんこれも楽しんでください、少し焦っているミリアちゃんなかなか見れないですよこれ、これちょっと今何枚あるか数えて、はーい、できるかな、できるかな、6枚だわーじゃないんだよわーじゃないんだよ、6枚ある、6枚あります、あと2枚ずつあれば大丈夫ですね、じゃあこれで大丈夫ですね、じゃあ、うん、これで足りましたね、足りた、はい、一枚落としちゃった、これ、はい、紙だから気をつけて結局のところ紙だから、そうですね、はい、じゃあ名前書いて貼っていきましょう、やっていきましょうか、よし、じゃあ、はい、はい、ありがとうございます、じゃあこれで上からね貼っていけば、はい、じゃあ、大賀さんですね、決して本当に大賀さんがあの城島さんに似てるとかそういうことじゃないですよ、 、うん、どっちにもなんか失礼になっちゃう可能性あるから、うんうんうん、はい、じゃあ大賀さんでございます、はい、取りましたね、ひかるちゃん、いやダブルアンシエルの他のメンバー気になるなさあじゃあ第2次いきましょうか、はい、ほんと過分なそうだからこれススッといってサクッと終わっちゃうかもしれないないつものあの盛り上がりがなさそう、うん、確かに、はい、じゃあ第2次ですね、はい、はい、これみんなもね、ほんとやってほしいな、一回これのイベントやりたいですもん、みんなで、あーこれいいね、はい、これ見に来てくれる人とみんなでもうちゃんとねコロナ対策して俺これとかって5人ぐらいだったらめっちゃ面白くないですか、うんうん、じゃあ第2次2巡希望選択メンバーは誰でしょうか、こ
これね、はい、ドラム要因ですね。ドラム王方法、まあリズム体軸ですから、はいはい、エネオス渡嘉敷来夢選手ですね。おお、なるほど、なるほど、はい、じゃあ僕ですね、はい、第二次希望選択選手、メンバーですね、はい、まあボーカルです。ボーカル、はい、やっぱもうこの人しかいない、長身でかっこよくて、うん、この選手エネオス渡嘉敷来夢選手かぶるか、192センチのボーカル、はい、かつてないですね。やっぱだって永瀬くんですから。そうか、ダブルで永瀬くんつったらやっぱ渡嘉敷選手なんですよね。そうだ、でもちょっと待ってください、女子棒にもダブルアンシエルにも会う人いたんですね。抽選だ、これやばいな。抽選、私ね、ラムちゃんドラムで、ドラムのラムでーすって言ってほしいの。うわで、あのビジュアル系のコンセプトなんで。そっか。そうなんです、ね、やっぱなー、マイボスマイヒーローやってほしいもんな、俺。いきますよ。はい。これ取れなかったどうしようまで。俺もこれ取れなかったら結構終わるんですけど。ボーカルだもんね。はい、じゃあ行きましょう。やったードラムのラムちゃんです。やばい、やったね。ドラムだけにみたいになっちゃってますけど今、ドラムのラムちゃんですってそうだよ、ドラムのラムちゃん、ドラムのラムですって言ってほしい。やべー。で、あの一応バンド、私の場合はバンドのもう芸名というかで書きます。うわ、やべー、やべーな。やばい、そうだよね、第二巡選択希望選手。やっべーな、これ一番取れるからね。でも一番最初に取ればよかったな。取れるから考えた。はい、はい、じゃあ第二巡選択希望選手、これもう見た目です。はい、アイメレクモニーク選手ですね。あー、モニークちゃんいいね。もう一回いないかな、永瀬くん。でももしかしたら渡嘉敷選手より顔の方向性とか雰囲気は似てるのか。確かにちょっとアイドルっぽいよね。ですよね、うんうんうん、ちょっとじゃあモニークさんで行かせていただきます。はい、はい、あ、すいません、ありがとうございます。モニークさんで。いや、順調順調。これそっか、これ取れなかったのでかいな。一応私も芸名で書いてるからね、ラムね。井上ひかるちゃんはね、ちょっとあの選手登録してないから分かりづらいんで、ひかるちゃんで書くと思ってますけど、ひかるちゃんに関しても、アルファベット大文字でひかるですね。あ、ちょっとハイドっぽくなってますね、はいはいはい、じゃあひかるのひは HY ですか。もし HY です。ハイカルみたいになってる。ハイカル。第3巡ですね。第3巡ですね。ちょっと巻き目ですかこれ、もしかして、はい、巻き目だ、巻き目ですねこれ。ごめんなさいね、トラブルあったら。はい、じゃあ次これですね。はい、はい、はい、いきます、いきましょう。第3巡、はい、選択希望選手お願いします。トヨタ紡織飯島選手です。おお、はい、なるほどなるほど、はい、じゃあ僕ですね、はい、第3巡、選択希望メンバーこちらです。シャンソン志田優里選手です。あー、なるほど。太一くんです。なるほどなるほど。目のクリッとした感じね。クリッとした感じね。太一枠です。ギターですね。はい、キーボードキーボードですね。あ、キーボードか。はい、キーボード。あれ、そっか、キーボードキーボード。はい。で、飯島選手は私一応ギターで、はい、得意プレイがアルペジオでございます。リードギターも弾けますけど、あ、はいはいはい、まあ、細かい技術をして、ルナシで言ったらイノランですね。あのアルペジオ職人と言われてますね。上手です、はい。なるほど。はい、で、なんかね、飯島選手のね、はい、あのお顔って、うん、ビジュアル系バンドのイケメンのギターさんに多い顔なんですよ。あのすっぴんがああいう方多いんですよ。なるほど。これ取れるんだもんね。これも取れますね。はい、じゃあ千奈さんですね。すいません。あとだから、はい、でもこれ 5人取れますからね。そうだよ、ギターのシュー、ドラムのラムにギターのシュー。
シュウさんは、大文字が S だけです。S だけ、はい。かっこいいな。かっこいいでしょ。はい。ありそうでしょ。ありそうだな本当に。うん、てかこのガールズバンドすげえ出来でそうだな。じゃあ次ですね。はい。あー次これ迷ったんだよな。これ私ねもう、はい、お顔だけです。はい。じゃあお願いします。ベースですね。はい。なんとなくこの方ベース顔だなっていう。はい。トヨタアンテロープス脇里奈の選手。選手。選手。あーベース職人顔なのよ、ね。確かに。わかりますかね。なるほどなるほど、はい、じゃあ僕ですね。松岡くん。はい。ドラムですね。はい。まあ、ちょっとあの強気な感じなのかな、はい、わかんないですけど矢野涼子選手ですね。あーあーいいですね。ちょっと俺ちょっとリーダーとかいう感じ。矢野涼子さん、はいはいはい、ああいいですね。松岡くんね。はい松岡くんですね、はいはい、これも取れるね。取れますね。ぜひあのかぶんないな。やっぱりやっぱかぶんないですね。コンセプト違うからかな。お互いの色出ちゃってますもんね。ああじゃあちょっとだいぶこれ決まってきましたね。ね、これねあの脇選手ね、コントネームアズと言いまして、はい、表記がですね AZ ですね。AZ でアズですね。アズですね。はい。あ、そっかっこいいな。かっこいいっしょ。ビジュアル系っぽいっしょ。ダブルアンシエルいいな。ダブルアンシエルいいでしょ。なんかオールスターとかでやってほしい。キャンワンフィーチャーやってほしいな。じゃあ最後ですね。はい。しかな。はい。じゃあお願いします。第5巡選択希望メンバーお願いします。一応ですね。はい。あの私のバンドは4人でございます。はい。そうですよね。はい。でもうメンバーも4人です。はい。バンド4人、はい、これで以上でございます。そうですよ、バンドメンバー終わりました。残る1人ですね、はい、あのファン第1号ですね、はい、あのかもうバンギャですよ。バンギャ、バンギャです。なるほど、はい、でもファン第1号、会員証ももう000番、はい、0番でございます、はい、新潟ですね、津田選手です。理由は後ほど、はい、なるほど。じゃあ、僕ですね、はい、もう1人いるんですけども、ちょっとそこをメンバー選ぶのあれだなということで、はいはい、城島枠もう一人。はい。城島二人？二人でリーダー。やっぱね、大賀さんだとちょっとね、あの城島さんのアルバムが、補えないので、これです。矢部内さんです。矢部内さん。はい、はい、はいはい。元ね、日本代表、はい、ヘッドコーチもね、フィスでやってます矢部内さん、はい、ですね。これなんでかというとやっぱ関西弁で、うんうん、あの熱くなった時関西弁が出ちゃうみたいなインタビューもありました。うんうん、だからほんまええなぁ。役を。あのなるほどね。大賀さんは関西弁じゃないから。ないから、ほんまええなぁ。松岡ありがとうなぁの役を矢部さんに。で、あの、すごい、あの、何ですか、こう、感動的なことも言ってくれるっていうので、うん、そこでちょっと矢部さん。なるほど、はい。はい。津田選手でございますけど。はい。はい、バンギャにね、はい、熱狂的なバンギャにね、多いお顔をしてるんですね、津田さんは。あの、しかもあの、はい、なんて言うんだろう、アルバイトとか、うん、自分の働いたお金を、うん、もうバンドに全財産つぎ込むタイプのなんか多いんですよ。私結構あのバンドのね、はい、ライブ行ったりとかして、うんうんうん、まあ、ビジュアルのバンドのライブの仲間もいるんですけど、うんうん、やっぱ熱狂的な方ね、なんかねこういうお顔された方多いんですよ。もうすごいですね、あの有給使ってもライブ、はい、あのツアー回っちゃうみたいな。あ、そうなんですか。津田さんみたいな顔の人多いんですか。多い多い。あのでもちょっとおとなしそうに見えて、うん、もう耳とかもう軟骨穴だらけです。いるそういう人。そう、なんなら下にも開けてますみたいな。はい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 、はい、下ピアス開けてます。あの後ろのね、首の後ろも、首の後ろも開けてますみたいな。ちょっとね、ディラン・グレーのファンに多いタイプですけど。そうなんだ。はい、なるほど。そうなんですよ。なんかこう、なんて言うんでしょうね、こう全部の仕事のボーナスとかも本当に遠征費とかに使っちゃうみたいな。あ、それも全部それに使って、はい、それのために生きているっていう。そうだから、あの津田さんはツイッターで結構ね、あの金配り系のリツイートをしてるんじゃないかって。前澤さんのお小遣いとかリツイートしてますから、よく、はい、津田さんね。よくね、お聞きしますよ、それは。あのまたツイートして、リツイートしてたな。あ、当たったことあんのかな。
いやどうなんだろう、マウントレーニアとか当たったことありそうだね当たりやすいやつ、うん、当たりやすいやつで揃いましたね、はい、はい、で揃いましたね、はい、はい、津田さんはファンですねはい、はい、でミリアちゃんのがダブルアンシエルのメンバーですね、はい、で僕が、ジョシュオのメンバーですね、はい、ジョシュオ、で揃いましたね、はい、これで揃いましたね、ジョシュオとダブルアンシエルですねいいねこれ、これいつかこれ M ステかなんかこれ飾りたいですね、なんかねもう想像してね楽しかったのよ、あのラムちゃん一番背高いじゃん、はい、でも座ってんじゃんドラムだから、はい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 、でラムちゃんっつって立って立ってみたいな、もうファンから来る、はいはいはい、立って立ってみたいな、立って立ってっつって立ったら192センチでもうファンが失神するっていう、キャーみたいな、かっこいいみたいな僕はこれはねやっぱ鉄腕ダッシュもやってほしいんで、このメンバーでそうかそうか、はい、開拓してほしいです、開拓、はいはい、ね、はい、こういう感じになりました、皆さんも遊んでみてください、はい、これ次の新コーナーもうやめようかなちょっとだけやります、ちょっとだけやろう、ちょっとだけやろう、はい、じゃあ続いて新コーナーがやってまいりました、新コーナー何でしょうか、はい、ゴーストライタージョバスチャーン、はい、はい、これからですねメディアにどん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 ですね露出が増えていくであろう W リーグの選手たちが出た時にどんな、はい、行動を取ったらいいのか、どんな、ことを言えばいいのかっていうのをですね勝手に僕らが演出してですね作家としていろいろ考えちゃおう勝手にっていうコーナーでございます本当おせっかいだね、はい、本当ただのおせっかいなんですけども今回ね、こう僕らが考える選手っていうのがですね、うんうん、高田真希選手、まあ ね、あの真希さんもすごいメディアにもたくさん出てるんですけど、そうなんですよ、いろいろ出てるんですけど ね、まあ、ねスポーツ関わるの結構多いので、はい、やっぱりね、はいはい、でもやっぱりバラエティとかさこれからねありますから、うん、いろんな番組ありますから、ありますからね、こういう番組に出た時にっていうので、はい、ピンポイントで、はい、ピンポイントで考えました、はい、というのがこちらでございます、うん、青空レストランでございますいい、はい、青空レストランで見たい、ね、見たい、うん、宮川大輔さんがね MC で、はい、日本全国の美味しい食材をこう食べて、はいはい、見るっていうね、はい、日本全国、行く番組でございますけども、このにね高田真希選手が出た時に、はい、どうやするのかっていうのをですね、はい、提案させていただくということでございますけども、はい、まず最初のシーンこちらですね、はい、登場シーンですね、はい、登場シーンでございます、ね、ロケとか、まあ、行った時に、ね、はい、必ずこう触る部分ですね、そうですね、例えば、まあ、千鳥さんだったら変な登場の仕方とか、はいはい、で最初からもう2人で歩いてるパターンもありますから、うん、そうそう、ありますし、どうでしょうかね、僕なんかやっぱり宮川大輔さんがさ今日はですね石川県は、うん、何ですかねこう何来てますけどもつって、うんうん、あいいですね、なんか子供たちがバスケしてますね、うん、一人大きない、うんうん、行ったら高田真希選手が子供たちとバスケしてちっちゃいゴールにダンク決めてるそこで登場ね、そこで登場いいかな、ね、はいはい、いいですね、それいいね、いいですよね、私なんかこう新幹線みたいなので、はいはい、なんかこう移動中の皆様がロケ班が来て、はい、で今日は新潟県のどこどこに来ましたつって、うんうん、新潟といえばお米ですねみたいなことを言ってたら、はい、その新幹線の窓から広がるあの米の田んぼのど真ん中に高田選手が一人赤いジャージ着て立ってて、伝送それ通り過ぎて今なんかいなかったっていうパターンもありから、で次のシーンで駅に着いてるところで合流してるっていうね、はいはい、どうも先ほどはって言って、うん、少し映りました、はい、伝送アイリス、高田真希です、あいいですね、うん、なんであんなとこいたんとか言ういや今日あのお米の、特集でって聞いたんで、一応その素材を知ろうかなと思います、すごいなとか言う、さすがだな僕あのバスケのやつやった後の2人の絡みのシーンではボール持ってるんですけど、うんうん、あの実はこれそれ何って言ったらボールじゃなくてこれ肉だっていう丸くカットされる肉だっていうのとかねやりたかったなと思います、高田選手といえばね、はい、お肉なのでお肉なので、はい、っていう感じでございますかね、はい、いいですね、はい、じゃあまあそれが登場シーンで、はい、まあ参考にしていただければ参考にしていただければと思いますね、はい、はい、次が、次のシーンですね、こちらです、自転車との絡み、ね、そうなんですよね、これ必ず、はい、バラエティで必要でございまして、うんうん、まあ元々のねレギュラーメンバーとの絡みもそうなんですけども、はい、ロケの中に行ったらその
そこの人々とか絡むことが多いので、うん、はいはい、やっぱりそこが、重要になって、これ重要ですよね、爪痕残せるかどうかここで決まりますから、ね、そうなんですよね、はい、だから変なおじちゃんとかいてそことどう絡むかとか、はい、そういうのが面白いですから、はい、そうなんですよね。ただ僕ちょっとね、これもしかしたらちょっとドーピングになっちゃうかもしれないですけど、はい、さっき石川県って言ったのもこれちょっと一個あって、はい、じゃあ今日はお肉好きの高田選手に、うん、美味しい釣りをしよう、釣り対決宮川対高田みたいなやるんですよ、うんうん、で漁船に乗って、はい、じゃあこれありこうやってつけてくださいねとか言ってる女性の方2人いるんですけど、うん、あれ、うん、赤星妹です。七尾市に行ったのかな、じゃあ七尾市に行ったんですかね。赤星妹が教えてくれるっていうサプライズみたいな、はい、あ、いいですね、要所要所で要所要所で、それでキャッキャキャッキャやって、はい、宮川さんがあの俺のこと忘れてへんみたいなのとかをやってほしいなっていうね。チームメイトですしね、はい、そういうシーン、はい、ちょっとサプライズあるといいかなみたいな。いいですね、はいはい、確かに、あ、それいいな、いいですよね、いいいいいい、すごい。だからその前はねちょっとあので出てこない感じ で、うん、でその後もそこだけ出て、うん、あの漁船から置いたらもう赤星妹さようならっていうぐらいの感じで、うん、ポイントポイントで誰かいるのいいね、いいっすね、いいっすね、うん、確かにいいな、そういうのね、ちょっとねゆっくり紹介したいんですけど時間も時間なので次のねあれに行きましょう、はい、行きましょう、次です、こちら、はい、出ますかね次の、はい、出演者との絡み、あ、これさっき出たんです、ね、デジャブだな、はい、調理シーンですね、はい、はい、ここね、もうね、あの青空レストランといえばね、あの青空の下で調理するっていうのがね、はい、大体行われるんですけども、ね、私はね、はい、お米の前提で話してたんで、あ、いいですいいですね、やっぱそのお米の調理します、はい、うんうん、まずは、釜で、うんうんうん、もう炊きたてのお米をまずそのまま味わってほしい、次はお塩で味わってほしいとかっていうので、こうお米をとにかくね、はい、美味しく食べてもらおうっていう回なんですけども、はい、高田選手ね、素材の味をね、楽しむ前にもう肉を焼き始めてるんですよ。ドーピングもドーピングです、これこそ、え、米の回でこれが米たこって方に肉隣で焼いちゃってんですか。そうです、あの高田選手って、お肉じゃなくて今回はお米を、はい、分かってます、お米で、だから高田選手の場合は肉を食べるんじゃなくて肉でお米を食べたい。私の場合は逆ですと、ああ、米をおかずに肉を食うってことですね。そうです、そうです。そこ大輔さん面白そう。さあ今回で大抵匂いする、匂いする、何しとんな、面白そうっていうシーンがちょっとあったら、個性が出ていいのかな。確かにここはもうもっと損害自由にやってほしいですね、はい、このぐらいになったらね、はい、なるほど、調理師、はい、そんな感じですね、はい、じゃあ次行きましょうか、はい、次はこちらでございます、出ますかね、はい、食レポ、これ一番大事、一番大事、一番大事です、これは大事ですよ、はい、まずだって大輔さんの前にまず食べますから、高田選手が。だから僕はやっぱもうこの番組見てますっていうので流れも知ってて、大輔さんがうまーいって言ったらうまいって女性の声で丸いスタンプみたいなの出るんですけど、それをもう先にうまいってやって、うまいこの辺にスタンプで出てますかねっていうのをやってほしい。確かに、ええねんそんなんとかいうの、これ出てます、はい、とかいうのをやってほしい。あ、はい、あったね、はい、へいへいへい、でも昔広末涼子がね、はい、松本人志さんにこう、はい、なんか浜田さんかな、おにぎりみたいな自分とかって言われたら、はい、今ここにおにぎりみたいななって出るんですかっていうあのパターンですね。あのパターン、はい、ちょっと初々しさがあって、はいはいはい、可愛らしいしいいなっていう。私はい、高田選手の番になって、うんうん、まあ、皆さんうまいみたいなこと言って、うん、高田選手食べるじゃないですか、はい、その時にですね、もう肉焼きすぎたんで、さっき、うん、食べすぎてね、はい、あんま食べれないの、はい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 、その時に、ジョバスカ1の大食い野郎、はい、萌子さんの出番ですね。萌子さんが食べるんです。んだで、高田さんお願いしますって言われてるのに、うん、高田選手が持ってるご飯を萌子さんがもぎ取ってですね、全部食べてですね、うまいって言ってほしいです。そこでリバウンです、うまいのリバウンです。お前じゃないわっていう。どうもっていう。これなかなか大輔さん大変な回になりますよね。どうも、トヨタハンテロープスの長岡萌子です。そこまで出なくて、そこで知らない人がいきなり食い始めるみたいになっちゃうんですよね。
すごい楽しい、あの、うん、吉松家の選手で、ね、個性豊かなんで、こういう感じでね、はい、バババってバラエティ出たら絶対爪痕ね、はい、残せるかもしれない。そうそう、間違いないんで、はい、まずはね、青空レストランのスタッフの皆さん、うん、高田真希選手をオファーしてみたらどうでしょうかということでございます、はい、で、初新コーナーゴースト、ライタージョバッシャンのコーナーでございました。走りに走りまくって、はい、はい、申し訳ないですけど以上です。はい、それでは一回 VTR です、どうぞ、はい。はい、はい、終わりました。それでは次の、はい、ちょっとゆっくり行きましょう。はい、はい、ね、続いてのコーナーなんですけども、はい、まあちょっとね、僕ちょっとツイッターを見てたんですよ、はいはいはい、したら2月のですね、うんうん、10日に、うん、山梨クイーンビーズの水野選手がですね、はい、あるツイートしてたんですね、はいはいはい、それちょっと読んでいいですか、はい、そのツイートがですね、うん、餃子食べる時ってさ、まず普通にタレつけて、先っちょ一口食べた後、そこの空いたところからさ、タレを流し入れて食べるの、わかる人いる？ありましたね。ありましたね。あれ？これ普通に、あ、そうか、こういう食べ方の人いるなぁなんて思ってたんですけど、その8秒後ぐらいですかね。うん、あれ？お題くれてんじゃん。うんうん。お題くれてんじゃん水野選手と思いまして、じゃあこのコーナーだと、はい、はい、ということで、次のコーナーはこちらでございます。何でしょうか。ギブアンドゴー。はい、はい、このコーナーはですね、皆さんからいただいたお題に対してですね、ジョバシちゃん的に回答していこうというコーナーでございまして、今回水野選手が、はい、くれてたということで、はい、すいません、なかなか気づかなくてね、うん、水野選手すいませんでしたということで、お題ですね、お題ですね、餃子を食べるとき、はい、先っちょかじってタレつけているってことで、はい、今回のお題はこちらです。水野選手のこだわりがある食べ物の食べ方を教えてください、はい、ということでございます、ね、餃子の食べ方以外のやつね、以外のやつです。餃子の食べ方はこうですけど、他の食べ方は絶対違うんですから、他にもあるんだろう、あるんだろうと、多分これからツイートするだろうっていうのを僕らが先に予測しちゃおうじゃねえかということでございます。さあどんどん行きましょうか。原文がね結構ね、はい、なんだっけ、先っちょが、はい、からタレを流し込んで、はい、餃子食べるときってさ、まず普通にタレつけて、先っちょを一口食べた後、そこの空いたところからさ、タレを流し入れて食べるの、分かる人いる？はい、はい、行きましょう。はい、じゃあ行きましょうか。考えていきましょう、どんどん。はい、どんどん考えていきましょう。まあこんなんかな、もう書けなくなって、僕もなんですけど、なんでだろう。まあこれはねちょっとあると思います。ちょっと言っていいですか、じゃあ僕、あ、じゃあ具材の名前だけ書けばいい、はい、はい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 、水野選手のこだわりがある食べ物の食べ方を教えてください、はい、こんなツイートをするんじゃなかろうか。ソフトクリームってさ上のアイスの部分食べてさ、それでさ、コーンのところちょっと周り削りながらどんどんベロでさ押し込んでさ、ミニソフトにして食べる人、わかる人いる？見えねえ、字見えねえ字が見えねえまあありますよね。ありますね。言いたいことはすごいわかる。わかります。ちょっとペン変えますね。ペン変えよう、はい、これ大喜利でいうとこのあるあるってやつなんですかね。あるあるね。ちょっとこれね、はい、はい、すみません。じゃあ私、はい、これでいきます。はい、はい、じゃあ水野選手のこだわりがある食べ物の食べ方を教えてください。カツカレーですね。カツカレー、カツカレーってさ、
最初カツとカレー別で食べるけど終盤どうでもよくなっちゃって全部茶色になっちゃうの分かる人いる？こだわりなし逆に最初だけなんよ。最初は別々なの。そう綺麗に食べていきたいですよね、はいはい、なんだろう俺昔はカツの半分カレー買ってるじゃないですか、あそこ切ってました。こだわってんね。すっごいだけど、あの晴天の霹靂タモリさんがぐちゃぐちゃにして食べるっていうのを見てから僕タモリさん尊敬してるんでぐちゃぐちゃにして食べます。じゃあこれしようかな。うんうんうん、いきます。はい、じゃあいきます。はい、じゃあ水野選手のこだわりがある食べ物の食べ方を教えてください。はい、ハンバーグってさ、はい、まず最初普通に周りからどんどん食べていってさ、うん、ちょこっとちょこっとずつ削りながらさ、最終的に一旦この形にしてから食べるの。わかる人いる？何それ？水野のマーク。水野のマーク。こことかこだわってますよ、こことか。くり抜いて。絶対ないだろ、それ。ハンバーグを。ハンバーグを。ちょっとずつさ、食べてさ。って、はい、これペンの薄さかな。ペンの薄さ。赤で書けばもう。赤で書いたんですけどね、今。赤で書いたの。はい、はい、じゃあ、ミリアちゃん。水野選手のこだわりがある食べ物の食べ方を教えてください。はい、白子ポン酢ってさ、みんなで1個頼んだ時どう分けていいか分かんない。分かる人いる？分かるわ。居酒屋の白子ポン酢パターン、はい、切れないのよ。切れないし、あとは今の時代あれ頼んじゃダメ。そうそう、ダメなのよ。絶対密になるから。そうそう、1人1個じゃないとダメなんよ。じゃあさ、こういう時期じゃなくてもあれ一回切ったらもうドロドロ出てくる。もうあれはもうダメだ。あれはいきます。あ、いけ、あ、ちょ待ってね、はい、じゃあ、あ、じゃあもう、これ、はい、こだわりある水野選手だったらこんぐらいいける。はい、はい、水野選手のこだわりがある食べ方、食べ物の食べ方を教えてください。あの、美味しいライスってさ、ほかほかに炊いたらさ、まずそれ一口食べてさ、それをおかずに美味しいライス食べるの。分かる人いる？ライスオンライス。ライスオンライス。分かんねえよ。分かんねえよ。ライスウィズライス。分かんないですか？分かんない。はい、じゃあ行きましょう。はい。水野選手、こだわりがある食べ物の食べ方を教えてください。はい。オムライス。オムライスってさ、うん、上の卵を剥がしてさ、一度チキンライスにして恥ずかしめてから食べたいの本当は。分かる人いる？分かんねえわ。考え方が概念が違いすぎるわ水野さん。あれめくっちゃってんの？めくって、おい恥ずかしいだろ。チキンライスになり下がったみたいな。いただきます。それも一回かけてんのも水野さんですね。そうそう、それを一回安心させたのよ。一回米をほらチキンライスになってぞ、うん、お前かぶせるぞ。脱がすぞ。そうですね、じゃあこれかな。はい、はい、じゃあ、うんうん、僕いきますね。はい、水野選手のこだわりがある食べ物の食べ方を教えてください。あのさ、ハッピーターンってさ、袋から開けて一回あの周りの魔法の粉ベロ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 やった後、しなしなになったせんべいの部分は捨てるの。分かる人は一緒にハッピーターン。これ動画ですね。動画だね。これ動画ですね、これは。言ってみて。言ってみて、途中で、あ、これちょっとオチ弱いなと思って入れてみたんですけど、動画になりました。動画になったね。はい、じゃあミレちゃん行きましょうか。はい、行きますか。水野選手のこだわりがある食べ物の食べ方を教えてください。回転寿司ってさ、最近じゃタッチパネルで頼むからもはや皿が回る回転じゃなくて店の回転率の回転って意味だよね。伝わってる？いや伝わりはしたんだけど。
もう言い方になっちゃったの。最終的に食べ方じゃなくて言い方、水野さんの言い方。言い方。だからなんか社会になんか一石投じたい感が出ちゃってるんですよね。そういう意味の効率労働改善だよね。それじゃこんな喋り方じゃないからな。水野さん。水野さんそんな喋り方じゃないのよ。勝手にやっちゃってるんですよ。ちょっとだけどね、これ今ちょっとやらせていただきましたけど、水野さんね。こだわりの食べ方今の中にもしかしたらあったかもしれない、ね、あったかもしれない。そしたらちょっとツイートしてほしいなと思います、ね、オムライス私も剥がしますっていうのを、ね、ツイートしてください。恥ずかしめはしないけどなのか。そうだね、ハッピーターンもそうしかり。ハッピーターンね、ハッピーターンぜひやってほしいなと。分かる人一緒にハッピーターンやってほしいな。ストーリーであげてほしい。ストーリーであげてほしいわ。あげてほしいな。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんね、いろんなコメント、お題なんかも募集してますんで、はい、ぜひお寄せくださいということで、今週のジョバッシャンこれにてさようなら。ゲームセットでございます。